皆さんこんにちは、ヘイです。今回新しい企画としてヘイズラジオというコーナーを設けてみました。このラジオでは僕が日本語で日本語のこと、日本の文化、いろんなテーマをこうトピックにお話をしていく番組にしていきたいなと思っています。見やすいよう、聞きやすいよう字幕を設定し、10分以内でこのラジオをお届けできればなと思っています。また合わせて概要欄にあります Google からのフォームで皆さんのお声を聞いていきたいと思っておりますので、もしよければそちらからクリックしてみて、ぜひリクエスト、ご要望、質問などがあれば、お気軽にこちらにお送りください。では早速始めていきましょう。今回のトピックはくん、ちゃん、さん、呼び捨ての違いと僕がどういう風に使っているかをここでご紹介していこうと思います。まず皆さん、くん、ちゃん、さん、あるいは名前の呼び捨てという風に僕今言いましたけど、なんのこっちゃという方もいらっしゃると思います。名前の後に来るくん、ちゃん、さんですね。例えば田中さん、山田さん、ヘイさん、まあそんなところですかね。皆さん多分今僕が言った皆さんのさんもそうです。さんというのが一番親しまれた表現、言い方ですね。その次くん、ちゃんと、まあ、その2つ、さんも含めれば3つが主要な名前の後に来る呼び名の一部ですね。おそらく、まあ、そういうふうに日本人として認識をしてるんですけども、それに加えて名前の後に何もつけない呼び捨てというものがあります。このトピックに関しては実際に以前挙げた動画の中でコメントでいただいたものを、ピックアップさせていただいてるんですけども、ちょっとねこれ実は難しいんです。答えがないって言ってしまえば答えがないんですよ。その中でもね、これはちょっと気をつけた方がいいよっていうところはあるので、そこだけは詳しく説明していきたいと思います。ではくん、ちゃん、さん、まずこの3つ、名前やニックネームの後に来る継承と言われるものですかね、それらについて簡単にお話をしてきます。くんというのは、これおそらく今まで僕がこう生きてきて、くんというのは基本的には男性に使われることが多いです。これは名字であったり名前にも適用できるんですけど、山田くん、たかしくん、へいくん、そういったように使われることが非常に多いです。その後ちゃん、これはですね男性にも女性にも使えます。なぜかというとちゃんっていうのは割と女性はまあ普通にこう名前の後、まあ、ニックネームの後にこう来たりするんですけど、男性もですね割とこのちゃんで呼ばれること、僕自身もあったりするので、一概に女性だけが使う表現ではないです。で、さん、これはですね一番オーソドックス、一般的に使われる表現です。さんは比較的ほぼ誰にでも当てはめることはできます。まあ無難なところで言えば無難ですね。で、最後にこちらの呼び捨て、例えばですね僕の名前ヘイ、ヘイさん、ヘイくん、ヘイちゃんではなくてヘイと名前のみで呼ぶ形があります。これは呼び捨てに関しては割と親しい中の友達あるいは家族で使われるくん、ちゃん、さんをつけずに名前のみで呼ぶことが、まあある意味関係性が非常にこう親しい、近いという表現、そういう意味をしてると思います。で、これね
答えはないです。どのタイミングからくんか、あるいはあだ名、まあ、その名前名字を呼び捨てにできるのか、それは具体的に3ヶ月経ったから3からくんにしようか、1年経ったからくんからくんも入れずに呼び捨てにしようか、なんていう決まりだったりとか、そういった指標をこのぐらいから呼べますっていうものはないんです。先ほどから僕あだ名だったりとかニックネームって言ってるんですけど、日本だとちょっと面白い呼び方、まああるいは全く関係ない呼び方とかで呼ぶことあります。例えばふみこさんという女性がいたとします。そうするとふーちゃんとかそんな呼び方をしたりします。たかしくんがいたらたかやんとか、もうくんでもさんでもない、そんな表現もしたりします。あとはですね、ありましたね、小学校の頃何かの大会あるいはそういう試合みたいなものがあって、そこで一番になったあるいはまあチャンピオンになったっていうので、それ以降チャンピオンと言われてた友達もいました。ちょっとした何かの出来事をきっかけにあだ名が決まったりとか、その人の得意なこと好きなこと、そういったものをこう織り交ぜて、あだ名を決める文化が割と日本には多くあります。なのでそれに加えて、まあ、さん付け、くん付け、ちゃん付け、あるいは呼び捨てなんていうのもあるので、一概にこの人はこう呼ばなきゃいけないっていうのは実はありません。じゃあ一体どうすればいいんだっていうお話になるんですけど、それは他の人が呼んでいる呼び方を真似するのが一番無難です。他の人がたかしくんをたーくん、たかさんなんて言ったらたかさん、あるいはたーくんと、そこから始めてみて、もし相手がおそらく言ってこないと思うんですけど、その呼び方やめてって言ってこない限りはその呼び方でいいと思っています。どうでしたか？くん、ちゃん、さん、呼び捨てと、この4つ、まあ、さらに言えばあだ名があるんですけど、もし日本人の友達がいたらちょっと試してみてください。さん呼びなのか、くん呼びなのか、あるいはちゃん呼びなのか、それともそのまま名前を呼び捨てで呼ぶのか。僕の中ではさん付けよりもくん付けの方が親しく感じます。呼び捨てはやっぱ人によってうんって思ってしまう人もいたりはするので、さん付けから一個アップグレードしてくん付け、あるいはちゃん付けと、そんな感じで呼んでみるのもいいんじゃないですか。はい、もしリスナーの皆さんが何か名前に関してこんなエピソードがあるんだよね、こういう風に言ったらこんな感じになっちゃったとか、そういう名前に関してまつわるエピソードだったりとかありましたら、ぜひ、まあ、コメント欄でもいいですし、フォームの方からお送りいただければまた紹介させていただきたいと思います。はい、では今回はこのような形でおしまいとさせてもらいます。また次のお話でお会いしましょう。では良い一日を。さよなら。